ダムティンスフ・バートルは、モンゴルの革命家、軍人、遊牧民の子として生まれた。スフは斧、バートルは英雄という意味である。ジャミアン公の私塾で読み書きを学んだ。ボグド・ハーン政権のモンゴル国軍に入隊した。1919年頃は印刷所で、食事校もやっていたと言われる。1918年。 中国軍が、外、モンゴルに侵入して、キャフタ協定で獲得した自治を撤廃すると、スフバートルは独立運動に参加する。1920年頃のスフバートル1920年10月、今度は、中国軍の無力に乗じてウンゲルン率いる白軍が、根拠地を求めてクーロンに入り、中国軍を駆逐した。ウンゲルンの政治は過酷を極めたため、モンゴルの民衆は紛し、 完全な民族の独立を求めるようになった。1920年、スフバートルや、チョイバルさんらは、ボド、ダンザン等を中心に、モンゴル人民党を結成。スフバートルは、軍事部門を担当し、モンゴル人民義勇軍を編成する。同年、モンゴル人民党の援助要請に応じた赤軍と、共にまず、中東の中国兵を攻撃、キャフタを占領。 ついでクーロンのロマムウンゲルン率いる白軍を赤軍と共に撃滅した。1921年7月、ボグドハーンをいただいた人民政府が樹立された後は全軍司令官につき、1922年12月まで国防大臣を兼任した1923年2月に休止。モンゴル政府宮殿の前にあるチンギソハーン像とスフバートル像社会主義時代は、 その軍事的功績と革命の早い時期に病死したため、チョイバルさんと共に人民革命の功労者として高い評価を受けていた。社会主義崩壊後の今日でも近代モンゴル軍の父として英雄氏され、モンゴルの士兵、トゥグルグにはチンギスカンと共に彼の肖像が用いられてもいる。共産主義者としてよりは民族主義者として 独立運動を展開していたとの評価もある。なお実際には1921年9月から1925年まで、軍の最高指導者の地位にいたのは、ブリアート人、エルベクドルジリンチノであり、スフバートルが、軍の最高指導者の地位にいたのは1921年3月から9月までの、半年に過ぎない。モンゴルの首都ウランバートル中心部のスフバートル、広場には、彼の騎馬像が、 今も残るが2005年の政府宮殿の改装の際にスフバートル病は取り壊された。また、モンゴル北部にあるセレンゲ県には彼の名を冠した県とスフバートルがある。日本の防衛大学校にあたるモンゴル国防大学は1921年9月にスフバートルが創設したことから彼の名が長く付けられ、モンゴル海軍に席を置いていた唯一の官邸にも 彼の名が付けられていた。ありがとうございます。